コードの音符がフレットボード上に表示されると特定の形状が形成されます。これらの形状をフレットボード上で移動するとコードのルート音を変更できます。これらの形状を覚えることは重要です。ギター学習のステップマークされたフレットに対応するコードをタップします。